オレグイワノフは、ロシアのサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。FC ウファ所属。FC スパルタクモスクワのアカデミー出身だが、サッカーを始めた頃の1994年から1996年までは、FC ロコモティフモスクワのアカデミーに所属していた。FC ヒムキ、FC クバンクラスのダールでのプレーを経て、2008年1月に、 クリリやソベトフサマーラと4年契約を結び、評価を確立させた。2011年12月24日に FC テレク、グロズヌイへ移籍。背番号は一貫して99をつけていたが、テレクでは、背番号99は、すでに埋まっていたため、19をつけることになった。2021年1月21日、FC ウファーに1年半契約で移籍した。U-19。 U-21 代表でのプレーを経て、UEFA ユーロ2008予選では出場は愚か、ベンチ入りもせず、親善試合にすらも呼ばれたことがなかったが、当時所属していたクリリア・ソベトフィサマーラでの活躍が、ロシア代表のフース・ヒディンク監督の面に留まり、UEFA ユーロ2008の予備登録26人のメンバーに選出された。大方の予想通り、一度は、 登録23人から落選したが、2008年6月7日、パベル・ポグレブニャクが、膝の負傷で離脱し、追加でエントリーメンバーに選出された。ただし、出場する機会は、訪れず、ヒリンク体制終了並びに、ディック・アドフォーカート体制では、一切呼ばれず、ファビオ・カペット体制でも2013年2月の、親善試合に招集されただけに留まったが、 2015年6月7日のベラルーシ戦で代表初招集から7年越しにデビューを飾った。UEFA ユーロ2016予選ではカペロ監督最後の再敗となったオーストリア戦のみの出場に終わったがユーリジルコフの怪我による実質代替選手としてエントリーメンバー入りした。スタニスラフ・チェルチェソフ監督に代わってからは招集されなくなり、 代表ギャップは2016年時点で5にとどまっている。ありがとうございます。